皆さんもジャリットです。今回ですね、マイクールやらせていただいております、今期僕自身が円盤を買う作品がついに確定したということで、そちらを理由も含めて一挙に紹介していきたいと思います。ということですね。まず今期2022年ハラニメの中で僕自身が一体何作品円盤を買うのか、そして、買う作品に関してはどこが魅力で何が鬼滅になったのか、その理由もね、含めつつ語っていきますし、また、ギリギリまで買うかどうか迷ったけれども買わないとかね、そういったところも、含めて全部正直に今回は語っていきたいなと思います。というところですね。まず今期2022年ハラニメの中で僕自身が円盤を何作品買うのかというとこちらね、話していきたいと思います。前期に関してはなんと3作品も買いました。今期はなんと何作品かというところですね、こちらがなんと今期はまさかのゼロ作品です。いやーほんと申し訳ない、すいません。この動画をね、リクトは今期何作品買う、前期3作品も買っとったし、なんとこいつ何買うんやと、今期だとね、何作品買うんやと思ってこの動画開いてくれた皆さん、本当に申し訳ないです。今期はゼロ作品です。そしてアニメ業界の皆さんもね、申し訳ない。やっぱね、この円盤を買うっていうのがその作品に一番貢献できるんじゃないかという思いでこれまで買ってきたというところもありますし、もちろん、ね、円盤ならではのパッケージとか、まあ、特典とか、もちろん映像もですけれども、そういったものをね、魅力に感じてこれまで買わせていただいてたんですが、今期はゼロ作品です。まあそのね、経緯、ことの経緯も理由も含めて全部ね、ここからは語っていきたいと思うんですけれど、まず皆さんが真っ先に思い浮かぶのは、こいつ金欠かというところあるんじゃないですか。前期3作品も買いました。円満ってね、ワンクール分1作品買うだけでも4万円とかしますから、3作品買って10万円以上使ってるというね。あ、でもちなみに前期僕自身が円盤を買うと決めたまま動画もね、上げて、まあ、その時はもうものすごく楽しく話してます。何買うか、すごいここが魅力でとか話してますね。そういった動画を見てたらね、前期までの動画は概要欄にリンク貼っておきます。ぜひ、そちら見ていただけますと幸いです。はい。まあ今回ちょっとまあ申し訳ない感じの動画になってるんですが、まず金欠かっていう理由が思い浮かぶかもしれないんですけれども、そういう理由ではありません。もう僕はね、別に何が起きても買いたいと、もうマジで欲しいと思ったら、もうどんな手段を使ってもって言い方はあるんですけども、お金をなんとかね、切り詰めて他を節約して買います。うん。でそれからの作品じゃなかったのかっていうところなんですけど、あったんです。いや今期ね、また動画を全部見てくださってる方は多分ご存知だと思うんですけど、サマータイムレンドの円盤もう買おうと決めたんですよ。もう決めまして、よし買うぞと思って購入ページまで行こうと思ったら、なかったんですよね。サマレン円盤発売されないと、まあ多分だろう、発売されないだろうというね、買う作品がなくなりました。いやね、昨今は本当パッケージ不況、もう円盤も全然売れません。もうね、これ売れるだろうって作品もなかなか売れないというのが現状で、まあ、最近だってね、もうコミスのコミショーですとかね、コンティニキやってますけど、あれもブルーレイのなんかアイコンあるんだけどページなくて円盤発売されないとか、うん、もありますし、でブルーリフレクションレイとかね、確かもう発売中止になりましたよね。まあ、あれも多分予約数少なかったからなんじゃないかなって思いますけれども、まあ、それだけ本当もパッケージ不況で、もう円盤売り上げすら出ないみたいな100枚も売れないみたいな作品が続出してしまってるっていうのが、まあ今の、まあ、円盤業界、うん、の状況なのかなっていうのは思ってますけど、まあでやっぱ出ない、そもそも円盤発売されないさっきも結構あって、サマータイムレンドがめちゃくちゃね面白いじゃないですか。ものすごいね、クオリティも高くて、でダンスダンスダンスルってディズニープラス独占のもう一つの作品は発売されるんですけども、サマレンが発売されない、くっと。ダンスルもめっちゃ面白いんですけど、まあこれちょっと円盤買うっていう種類じゃない、まあサマレンもそうなんですけど、サマレンも何回も何回も見返してたんで、あ、買おうかなって思ってたんですけれども、うん、買わず。で、もともと僕自身が今季買う候補としてあったのが、まあ3作品ぐらいもともと今季買おうかなって思ってたんですわ。で、1作品目、かぐや様、小倉祭3期。2作品目、街角魔族、2丁目、街角魔族。で、1つ3作品目、スパイファミリーというとこで、で、スパイファミリーに関しては結構迷って、てました。まあでも、まあ、めっちゃ面白いじゃん。めっちゃ面白いじゃん。あやちゃんめちゃくちゃ可愛いし、結構日常要素もあって、まあ僕は円盤やっぱね、日常系とかラブコメ系とかね、アイドルアニメ、ラブライブとかね、買ってますんで、これまで。やっぱスパイファミリー買おうかなっていうのは思って、まあクオリティものすごく高いし。まあでもね、全然見返してないですわ、実は。やっぱ円盤を買うっていうことは何回も何回も見返したい作品ってやっぱ前提にあるかなって僕は思ってて、サマータイムレンドはそうだったんです。で、原作も買ったんですけど、で、円盤マジ出てたら買ってたと思います。っていうとこなんですが、で、まあ、スパイファミリーに関してはもう見返しなかったっていうことで、円盤買うべきなのかって、やっぱお金もかかりますからね。っていうことで、断念と。
で、かぐや様と街角はね、まあ、かぐや様は多分最終回はボロ泣きしますわ。で、素晴らしい出来になると思うんだけど、かぐや様なんか意外と見返してなくて、という面でもあるし、街角マスクは結構見返してたんですけれども、まあ、もう少しパワーが欲しいかなって感じがしたっす。2期を買うっていうことを考えるとね。っていうところで、ゼロ作品です。いやーね。いやーまあまさかのね、まあ、前期買ってて、ね、その前も買ってるから、まあ、2021年春アニメが直近の買ってないんですよ。まあ、ゼロ作品ということで、2年連続春アニメ買わずということで、もう春アニメ大嫌いな人みたいになっちゃう。いやー申し訳ないですね。まあ、今後だから円盤、まあだからわかんないっすよね。まあラブライブ虹ヶ崎2期も面白いから買おうと思ったんですけど、まあやっぱね、ちょっと、まあもちろん2期もめっちゃいいんですけどね、やっか、ちょっと違うかなっていうね。でも円盤を買うっていうのは必ずしもイコール面白さにならないっていうのは多分円盤を買ってる人ならわかると思う。やっぱほんと、なんか独自の基準が皆さんあると思って、僕もそうで、例えばその頃一番面白いから買うって人もいると思うんですけど、僕は違ってて、別に一番面白いから買うってわけじゃないんですけど、迷った結果ですね。今期はいいかなって、まあ多分前期3作品も買ったからっていうのも多分頭の心の奥底にあるとは思うんですけど、いやまさかのゼロ作品っていう、今期始まった時にも考えてもみませんでした。もう超豊作だと僕もすごい盛り上がってましたからね。他もね、円盤はパリピ孔明とかもね、候補に上がる作品かなっていうのは思いますし、四季森さんとカッコもね、めちゃくちゃ良ければ買った可能性はあったかなっていうのは思ったんですけど、円盤を買うってやったらやっぱね、ハードルはババッと上がりますから、まあそういったね、理由を考えまして、今期はゼロ作品と。で、来期もね、もう絶対買うっていう作品は正直まだ決まってなくて、わからんですね。ラブライブスーパースター、ラブライブに関しては僕自身、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会虹学に関しても、スパスナに関しても1期は買ってるんですけれども、まあ、2期ってやっぱ難しいんですよね。なかなかね、いや面白い、それがさらに面白くなるパターンもあるんですけれども、でもあってて、もしかしたら来期もゼロ作品かもしれないです。いや今期ゼロ作品は自分の中でもちょっと意外だし、ちょっとこの動画をね、まあ、正直ちょっと上げる感もありました。ゼロ作品ですっていうのはどうなのかっていうのは正直あったんでね。まあでもちょっと、まあ本質的な基本、このね、チャンネルは基本的には正直なことを言うというチャンネルですね。今回もね、正直にまあそのゼロ作品に至った経緯まで、話させていただきました。めちゃくちゃ厳しいことを言ったら、まあそれ円盤を買うに値する作品なかったということなんですが、まあ、サマリは買おうと思ってたらマジで、本当に購入ページまで行こうと思ってたんで、まあそういってね、まあ春アニメ、まあ前期ね、前期じゃないわ、去年の2021年春アニメに関しても、まあ、オッツタクシーとかビビとかものすごくいい作品たくさんあったぞ、ダイナゾーンとかね。だから必ずしも円盤を買わないイコール悪い来るっていうの全く違うんだけれども、まあ本気はまあ結果として、買わないという形に決めました。まああの、この動画は多分かなりやっぱ遅い時に上がってると思うんですけど、まあいろいろギリギリやっぱ迷います。ギリギリまでやっぱ見て、ね、最終回とかまで見て決めようと思ってて、で、ここまで見た時に、で、やっぱその、スパイファミリーとかに関しても、まあ、2クール、まあ、分割2クール、まあ、ずっとあるって考えると、やっぱ1クール目買うなら全部買いたいなっていうやっぱ印象もあって、っていうのもあったし、どうかな、はい、いろいろと考えた結果、今期は買わないという選択を取ることにしました。皆さんね、円盤買う方はぜひね、コメント欄に買う作品、書いていただけたらなと思いまして、僕みたいに買わないって方は買わないっていうね、なんで買わないのかとか、それとかね、円盤高すぎるとね、まあ、いろいろね、意見もいただけると、嬉しいです。まあ多分、その円盤の売り上げ枚数とか、そういう、まあもちろん円盤売り上げ情報ってどんどん上げていきますけれども、そういう面でいったらね、まあ、ラブライブ虹ヶ崎に関しては多分、1万枚超えていくんじゃないかなって思いますし、スパイファミリーとかも1万枚いかないにしても結構売れんじゃないかなと思ってるんです。パリピ孔明とか、まあどうなの、パリピ孔明その売れないのかな。まあまあそれにとんでもなく悲惨なクールになるとは思ってないんですけれどもね、私は、ゼロ作品というのを決めたというね、まあ非常に悲しい、そして申し訳ない、ご報告ということになりました。ちなみに今期、アニメ効果で原作を買ったのがサマータイムレンダーのみかっていうのはね、まあ、ダンスウールに関してやっぱアニメで見てって印象がすごいあって、まあ、そういう意味で元々原作買ってましてね、元々原作買ってるってさっきも、こっちは元々めちゃくちゃあったんですけれども、カッコもそうだし、かぐや様もそうだし、スパイファミリーも買ってたしっていうところでね、まあ、すごい元々買ってたし、読んでる作品もすごい多かったっていうところなんですけども、青足も買ってたしね、はい。
ゼロ作品でしたよということで、はい、今回の動画は締めてます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。大変ちょっとね、うまみのない動画になりまして本当に申し訳ないんですが、これでひとまず締めたいと思います。またね、来期もこのね、円盤を買う先何になったか、買うのかそもそもっていうのね、また上げさせていただきますね。そちらもお楽しみいただけたらなと思います。まあね、意外とね、全く買うつもりないクールでめっちゃ買っちゃったりとかあるんで、結構まあそういう面ではまたね、来期そちらの動画もお楽しみ待っていただけたらなと。来期ね、いきなり4作品の顔が集まりますからね、今期買わなかったもんね。まあそのね、お楽しみいただけたらなというところでございます。ということで、今回の動画は締めてます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあね、来期こちらの動画を上げましたら、今ね、僕自身普段いろんなアニメの感想ランキング上とか、上げてます。まあ、主題歌ランキングエンディング編とか、また最終ランキングね、そうそう、どんどん上げていこうと思ってます。その辺もね、またチェックいただきます。大変嬉しいですし、僕自身それもね、漫画とかラブの剣動画も上げてます。ぜひこの機に、チャンネル登録、高評価の方もしていただきます。大変嬉しいですよ。締めてもそうですね。ここまで見てくださって皆さんご視聴いただきありがとうございました。